よっと。止まっちゃいましたね。困った困った。重てえ。よし。今どこだっけこれ。松明むやみに起きすぎてわけわからなくなってきたもんな。これどこだっけ。ほい。ぽいぽいしてぽいして。食料がない。食料がないな。困ったな。よし。鉄この辺のもらっていこうかな。BGM が大きすぎて敵の近づいてくる音が分かんないね。おばさんお帰り。ごめんごめん、なんかねサーバー切断されちゃったの。最近なんか YouTube 多いって言ってたね。僕もそれ聞いてたんで、あの設定変えたんだよね。だいぶ変えたんだけどダメだったな。よいしょ。時間帯的なもんとかもあるかもしれないね。わかんないけどね。よいしょ。17時間お疲れ様でした。ありがとうございました。何なんでしょうね、あの17時間。17時間やって、さらに1回切って、もう1回やり直すって、もう、ひどすぎるよね。M すぎるよね。ダイヤどこだっけ？わからんくなっちゃった。ダイヤどこで見たっけ？で、僕どっから来たっけ？こっちか。こう来て、あ、ここだ。知らんかった。何なんでしょうね。あの、通知される、あ、通知っていうか、そういう風に見えてる人と見えない人みたいなのがあるんかもしれないですね。17時間はさすがにすごいな。あ、こんなとこでなんなんですけど、かけるさん、あの、かけルームズの2って、どれぐらいの時期になりそうですかね。よいしょ。よしよしよし。お、かおちゃんいらっしゃい、こんちゃーん。あ、今休憩中かな？ 11 時間やって切って、さらに、3、4時間やった人ならここら辺にもね。これ、そうですね。それはやります。
さっきつけたから終わりましたってなってたから、あ、いや、さっきね、あの、あれなのよ。切れちゃったの。サーバー切断みたいなやつで。うぅ、やべ！さての意味。あぶね。そう、さっき気づいたんだけど、ご飯がないんよね。ご飯僕、取れてなかったみたい。ちょっと、食料取りに行こう。やばいね。そうそう、多分ね、そのタイミングで来てくれたんだと思う。あれ、どこだっけ？やばい、食料が全くなくなっていた。気づかんかった。あー、クリーパーいるー。気づかないでー。こっちに気づかないで。あ、やばい。あ、やばい。焦ってます。はい。あー、違う。バージョン2は完全に見て、また現状でやりたいことの9割できてません。ついこの間、1.20.2 にも対応がありました。あ、なるほど、なるほど。ちょっとやりたいんですよね。やりたいんですけど、タイミング、いつにしようかなと思って。あれ、多分やり出すと僕、また、あ、びっくりした、クリーパーかと思った。長くなりそうな気がする。ちょっと一回寝よう、一回寝よう。この夜を眠り通す。ちょっと眠んのいまーす。食料がないので食料を取りに行かないとダメ。蜘蛛の糸も欲しいな。どこを探索中？どこというか、どこどことかないよ。適当にやっちゃりますよ。配信100時間オーバーの人もいるし、すごっ。あ、そう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 、僕のワールドね。今日作った、さっき作った、朝作ったワールド。こうやって見てたら村とか見つかんのかな？見つかんねえな。これ、徹夜行ってる間にご飯取りに行くか。ちょっと、食料ないのはやばい。そうそう、作ったばっかりのとこね。今日、やろうと思ってやり出したとこ。まあでも、このワールドずっとやるわけじゃないと思うので。豚しかいねえ。どうしよう。牛か羊がいてくれるとありがたいんだけどな。狐はダメだ。食えねえ。いいで。牛がいてほしいな。ステーキがいいね。これ帰り道わかるよ。わかるな。ネットで情報を一切調べずに自力で探索して脱出を達成したい。すごっ。115時間。それはえぐい。それ YouTube でやってはったんですかね。見たいなぁ。なんていう方やろ。あ、あそこ羊いるけどちょっと遠いな。サクッと行ける距離がいいな。ちょっとでも一旦やばいから焼こうかな。100時間はえぐい。同タイトル100時間はえぐいね。プロだね、もうそうなってくると。YouTube 配信。あー。ヒイラギマリモさん。へー。あ、ヒイラギで合ってます？
ょっと見てみよう。お肉焼きてー。てけててんてん。合ってます。ひいなきまりもさん。ああ。ちょっと休憩です。お肉焼きたいし。すげえかっこやな。スーツに盾。あ、ちなみに僕ずっと禁煙してたんですけど、もう1ヶ月前ぐらいに戻りました。あ、ずっとって言わんか。ちょっとま禁煙してたんですけど、もう禁煙終わりました。今日はリアルのご飯食べました。いや、この配信終わってから食べようかなーと思っております。まだ食べてません。何食べよう。でもちょっと今のうちに、ヒイラギマリモさん調べよう。でも名字と名前があるってことは VTuber さんかな。すごいな。あ、違うかった。あ、ち、う、いや、違うことないな。何かでこの方、見たことあるかもな。なんだろう。V ではなさそうですけど、V とつながってる。あ、ぽいですね。今、このサムネ見てると。うん、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 うん。すごい、めちゃくちゃやってる。本当に、すげえ量やってる。いいなぁ。あ、でもつい最近なんだ。すごっ。ちょっと後で見てみよう。あ、間違えた間違えた間違えた。本当だ、すごいいっぱい V の方とコラボとかされてますね。毎週土日のどっちか。ああ、なるほどなるほど。毎週土日のどっちか。ああ。ってことは今週もされるのかな。あ、いってらっしゃい。さっきね、思ってたんだよね。これ、持ち間違えちゃうから、こうしとこ。一応次は情報を解禁して、全実績解除やりたいな。わ、すごっ。めちゃめちゃ興味ありますね。見てみたい。100時間か。かなりだな。あ、ちょっと食料もうちょっと欲しいな。しかもあれですよね、なんかマイクラを普段やってるっていうよりも、どっちかっていうとエーペックスとか
アモングアスとかされてる方な感じですよね。食料ねえな。脱出すごいよね。いやすごいと思う。かけらも見えんかったもんね。脱出の糸口。パート1は半年前。ああ、なるほど。食料になりそうなんがいないな。まあ、いっか。ちょっと一旦さっきのあの鉄たくさん取れたとこにもう一回行ってみようかな。カケルームズね、やりたいんだよね。でもあれ本当にずっとやっちゃうからさずっとやっちゃうから、時間めちゃめちゃたっぷりあるときじゃないと。でも今日とかね、時間たっぷりあるんだよね。だ今日とか逆にいいかもしれないな。うわーわーわー、いっぱい湧いてる。やべえな。ほい。やばい。あ、そうそうそう、途中で切れちゃったのよ。急に切れてもうたんよね。最近なかったんだけどね。でもなんかその僕の周りの配信者さんが言ってたんだけど、ちょっとなんか接続悪いみたいな。設定変えてなんとかなったみたいな言ってたから、僕前もっても設定変えたのよ。今日設定変えたら落ちただからまあ僕側かな、これは。今日のはー。昨日とか大丈夫だったんだけどね。まあでも最近1時間半とか2時間ぐらいの配信しかしてないから、長さもあんのかな。そうそう、たまにね調子悪くなっちゃうね。まあでも僕の家の方のネット環境的に調子が悪いんであれば、まあしゃあないっちゅうか、どうしようもねえみたいなはあるけど、ちょっと待ってね、今ちょっと怖い、敵が多すぎて。今目合った僕。今目合わんかったよね。大丈夫だよね。お、大丈夫大丈夫。上から落ちてきそうで怖いんだよな。鉄取りたい。怖え。くれー。ちょっと一旦突き進むか。なんかこの辺水の色違うから、この辺沼地の下なのかな。俺も配信しようと思ってるから怖いな。でも何年もやってきてるけど勝手に切れたことはまだ一回もない。あ、そうなんすね。僕勝手に切れるの結構あるんですよ。あ、この丸石は違うよね。これは多分マグマが冷えてのやつだよね。これはスポーナーじゃないな、多分。おー、光いいか。いや、僕多分ね、ネット環境的に良くないんだと思います。1.17 から上下にもバイオームが分かる。1.17 から。じゃあ僕、いつの知識を言ったぐらいのレベルですね。あ、光がちょっと欲しいけど、もうちょっと奥見たいな。あ、鉄あるね。鉄あんのありがたい。あ、ここにもあるね。よし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 。
鉄大量に持って帰っとこう。洞窟にもバイオームができたので、そのタイミング、ああなるほど。洞窟にバイオームができたってすごいよね。じゃあそれこそバイオーム分かるやつ入れとかんと分かんないね、どこがどこだか。前まではその鉱山バイオームの下を掘ったらどうのこうのとかあったけど、洞窟側だけでもバイオームが作られちゃったらそれが当てになんないんだ。時差ボケというかあれでしょ、浦島太郎状態のね。どうしようかな、戻ろうかな、行ききんの怖えな、なんかあの上でも行ってみてえな。この下もあるんだよね。あーやべ、ここも水か。あ、でも行き止まりだ、ありがたい。こんだけ水あったら、まあ湧くとしたらドラウンドぐらいか。あーでも光かも重いんだっけな。なんかいっぱい鉱物見落としてそう。よいしょ、雲が落ちてったね、下に。あそこに鉄ある、でも取りづらいな。こう手短に取れる、こうなんかえらい、またえらい手短に取れる鉄が欲しいな。あとは左側も行きたいね。あっち側めっちゃ敵湧いてんだよね。こっちね、えぐいことなってるね。めちゃめちゃ村人ゾンビいるんだけど。3匹いるな。おお、怖い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 。痛い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 。こいつも村人ゾンビだよね。おい、お前来んな。アイサヒョウが下のほど湧く。ああ、そうか。ちょっとこの辺に、湧きつぶしオーバー。鉄いっぱいある。クリーパーじゃなければいい。パイセンも嫌だな。で、クリーパーだな。こっち行き止まりだね。うん。ちょ、怖い怖い怖い。お前いいの持ってんな。うわー、クリーパーおるな、奥に。これ後ろから挟み撃ちされそう。よし。お、お前それエンチャントついてない？そのスコップ。お！ナイス！何これ？効率強化2。でももう壊れそうなシャベル。あいあいたいたいた。食料がねえ。で、鉄そこに発見。鉄いっぱいあるぞ。鉄いっぱいあるぞ。後ろから来てないよね。ちょっとパイセン目合いそう。怖い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 。スケルトンおるな。あそこにダイヤあるな。欲しいな。ウェイ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 。
痛い、死ぬ、死ぬ、死んじゃう、ういういー、あぶね、あぶねー今。このダイヤだけは欲しいな。この手のダイヤって、あ、一個しかないよねって言おうと思ったら一個出てきた。ありがたい。これでダイヤピッケル作れる。あと鉄道の辺で見たっけ。この辺くらいのやだな。鉄ここにもある。上見たくねえ、怖え、目が合いそう。うえグリーパー、よしよし来い。おい、うえ、待って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 、痛い。うい、鉄だけ取りに行こう。鉄取って帰ろう一旦。ちょっと荷物置きに帰りたい。さすがに怖い。よし。鉄ゲットの。よこいせ。盾持ってるだけで一回も使ってます。使ってます。さっきのスケルトンの時に。一回は使ってます。ただクリーパーに対しては一回も使えてない。五千修例とかあるんだ。へえ。よしよしよし。いや、僕もでもご飯食べないとダメ。お、スライムめっちゃ湧いてるやん。え、なに？あ、待って。うわ、スケルトンもいる。やべ。ちょっと一旦帰ろう。怖い。もう無理せんとこ。こういうの僕、すぐ戦おうとして痛み合うから。午前中で帰る人たちがほとんどだから。あ、そうなんだ。午前中で帰れんだね。釣り竿を作ろうっと。これ木の上から釣りってできんのかな。まあまあ掘ったなあ、こうやって見ると。あ、鉄35個もある。ナイス。装備作れるな。朝早い人たちっていうのがいるんだね。やろうの。こうして、これ一旦置いとくでしょ。2本、あれ、釣り竿何本だっけ。釣り糸3本だっけ。こうして、あ、2本か。こうだね。よしよしよし。あぶね、ポイ捨てするとこだった。もう一本作れるね。だから、これで。で、ダイヤピッケルも作っちゃおうかな。ダイヤピッケル作っちゃって。で、鉄に焼いたら装備。装備品も作ろうかな。あ、弓とごっちゃになってる。あ、そうかもしれません。
装備覚えてっかな。頭でしょ。え？体、靴、ズボンってこうか。ははは。オッケー、できたー。でん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 。鉄装備。ただいまー。よし。これであと食料だね。食料がねえんだ。食料取りに行かないと、マジでやばい。畑作るにしても、苗がいるか。種4つ。骨粉はある。畑だな。クワって石と鉄って差があんのかな。耐久値的には差あんのかな。はいか。そこは高台なの。あ、ツリーハウスだよ。ツリーハウス。我が家だね。地上上がると縦邪魔なんだよね。先に畑作っといて、耐久値はみんな差がある。あ、みんなあるんですね。じゃあ、いっか。先に。お、あとさんいらっしゃい、どうもあ、待って、水ねえわ。そうだ、水ねえんだ。バケツだ。バケツいるわ。マジで本当に忘れてるな。今普通に畑作ろうとしてた。だから、釣り竿板置いといて。耐久値だけじゃなく性能も全部、数値は違う。ダイヤとネザライト。では、人間ではわからないさ。あ、そんなもんなんすね。ダイヤとネザライトって。へぇ。そんなもんなんだ。あ、危ねえ。ついでにこれ食料も探しながら歩こう。ちょっとなんか、牛か、羊かがいてくれるとありがたいんだけど。あれ？ネザライトのクワね。いや、あってもいいけどね。ネザライト取りに行かないとね。基本耐久しか変わんないと思ってた。ね。いや、僕もそんぐらいのレベルかなと。1,2,3,4。角性能だとわかるけど、エンチャントゴリゴリにつけて、あー、なるほど、なるほど。確かに、それはあるかも。エンチャントテーブル作んないとな。最初のうちってほんと、いろんな要素あるよね、マイクラってね。やることが。生きるだけでも必死だもんね。最初の頃の知識ない頃って、ほんと大変だったもんね。今もだけど。へぇー。ほんとにそれぐらいのレベルの。きついな、それは。
もう骨なくなったよ。パンも作れねえのか。バニラは序盤時に見てるとやりたい。ああね、そうそう。序盤やってる人の見るとやりたくなりますよね、バニラってね。バニラってっていうかマイクラね。実質速さより耐久値目的。まあでも確かに耐久値の目的で作ってる気がします。あれ、石炭全部置いてきてる。やべえ、もう食いもんねえんだって。食いもんが。やっぱ釣りしよう。もう下積みはやだってなってる。なるでしょうね。目下の目標は食料。ついでにいいもん釣れたらいいねってやつね。この辺にも。置いといて。あーでも夜来そうだな。ちょっと釣りに行くには遠いな。なんかこの辺こういう不便さね。あーいいよね。ベッド持ち歩くの怖えな。あー蜂がいれば確かに受粉させて。ちょっとこれ釣りやってる間に夜来て後ろからクリーパーバーンみたいな、ほんと嫌なんだけど。え？釣れるかな？やべえ、夜だ。やばい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 。一匹でも、一匹でも、何か一匹でも。釣れてほしい。やべえ、もう夜だよ。早く。え、沼って釣れないとかある？んなことないよね。なことないよね。ああ、ありがとう。よしよしよし、ちょ帰ろう帰ろう帰ろう。遠いなあ拠点。これ上に上がるまでに敵湧くな。これ下もちょっと湧き潰ししといた方がいいな。釣れない場所はないがレアリティの、あ、条件あるんですか。そんなのあるんか、やっぱり。困るな。ちょっとお魚一匹だけでも。うぃ。一匹だけでも食おう。焼き魚を。ちょっと石炭もったいねえけど。よし。ああ。一万水源での釣り放題。あ、釣り放置がぶっ壊された。ああ。なんかその条件できたって言ってましたね。その釣りの条件。ああ、これちょっと登ってくの大変。なんか天井が見えてないとダメとかなんかあるんでしょう。手に死んじゃったな。魚を泳いでたら釣りやすくなるのは知ってる。あ、なんか自動釣り機でも魚をねわざわざ放置してとかありますよね。なんか2マスの深さがないとダメとかなんかそんなやったかな。なんか言ってた気がする。確か横5縦5深さ3の水が最低ないと条件にならない。あ、なるほどなるほど。その本とかね、エンチャント本とか弓とか釣ろうと思ったなってやつですよね。
まあこういう海に来てやりゃいいんだ。ここダメだな。まあでも今はとりあえずご飯が欲しいので、いいか。え、空がないと釣りにくくなるの大昔かな。ほんますか。知らなんだ。知らなんだですわよ。よし、とりあえず食いもんを釣りまくろう。釣り名人だからね、おじいといえば。おじいといえば釣りっつってね、昔から言われてるんですよね。ちなみに空がないと釣れにくくなるだけで、釣れなくなるわけではない。はっはっは。あの天空のところに、なんか水槽みたいなの作って、で、あ、おい、肉、よし、釣るぞー、釣るドン、釣り上げるドン、釣れっかなぁ。でも3匹いるかなぁ、まあ、食いぶち的には足りてるなぁ。ちょっともう1匹釣ったら焼いて、いやぁ、フグじゃねえんだよなぁ、魚がいいなぁ。もう1匹魚釣ったら焼いて、食料を持ってちょっと出かけよう。おー、キツネが寝てる。キツネが寝てます、あそこに。よし、オッケー。もう飽きちゃったのかな。あ、バレた。釣り目的じゃないからね今日は。とりあえず魚を焼きにあの上まで上がらないといけませんね。苗が育たないね。ツリーハウスだもんね。なんてな。そう、ツリーハウスだもんで、ね。フェニックチラチラ落ちてた。ほんと気のせいじゃないかな。こうして、釣り竿はもう置いてっていいでしょ。クワも置いていきたいんだけど、空きがねえな。あ、あるな。置いていくでしょ。ここもいらねえんだよな今は。丸石持ってきゃいいか。まあこんなもんだな。鉄ちょっと置いてった方がいいかな。今週から寒くなるらしいですね。あ、本当ですか。あ、そうそう、なんか言ってましたわ、天気予報かなんかで、ね。なんか昨日も雨降ってちょっとキュッて寒くなりましたもんね。関西もね、30秒前ぐらいからヒューって。すげえ細けえ。違う。どうしよう、僕これ座標ないから迷いそうだな。まあ、いっか。いけるいける。まっすぐ行ってまっすぐ帰ってくりゃいいんだもんね。めっちゃ風冷たい。あ、そう。やっぱその関東の方は空っ風もすごいんだろうね。関西もだいぶ寒くなってきたけどね。最低気温1桁になってきてるもんね。やばい。よいしょ。
これまっすぐ帰っ、まっすぐ行ってまっすぐ帰ってこれんのかな。すごく不安。あったかいお鍋とかいいよねー、お鍋。いや、お鍋普通に食いて。ごめん、草食ってるとこごめんね、すまん。すまんぎり。全然すまんと思ってないよね。もう鍋は5回ぐらいしてる。昼？ああマイクゴリゴリってやっちゃった。昼は暑いだけで夜は終わりだね。いや確かに確かに。調理器具買いました。いやまだ買ってないのよ。でもフライパンはね、もうアマゾンでポチりました。なんならお米もポチりました。買いに行くのめんどくせえから。ポイントがちょっとね余ってたんだよね。余ってはないんだけどちょっとあったので、そのポイントを使ってフライパンとお米とは買いました。でもフライパン買ったから油買わないとね。あと僕お箸がね1個しかないから、菜箸的なもんも買った方がいいよね。それ言い出したら何がいる？あと、あー、蜂ー、ちょっと遠い。何がいるかな。まあ、調味料いるよね。砂糖とか醤油とか塩味噌。まあ、味噌はまあまあ、でも味噌欲しいな。味噌汁作れんもんな。100均、あ、100均ね。確かに100均行けば早いか。お皿もないんだよね。結局あの茶碗ねえんだよね。キッチンバサミ。あー、だから袋開けたりとかだけじゃなくてってことだよね。料理するのにもってことだよね。別に包丁使うまでもねえみたいな。確かにいいかも。ハサミだけは丈夫なやつがいいです。めんどくせえな。でも丈夫なやつがいいよね。まあ基本何でも丈夫なやつがいいよね、本来はね。これ全く何もねえんだけど、帰ろう。大抵包丁いらなくなるから。ああそうなんだ。じゃあ包丁買うお金と思ってハサミ買えばいいんだね。ごま油割と万能。料理にもサラダにもワンポイントにも使える。うわ、かけるさんちょっと料理できる系男子やんか。サラダにごま油とかも全然わかんないんだけど。キッチンバサミめっちゃ便利だよ。うち100均のだけど意外と。あ、そうなんだ。男性やからハサミが先にぶっ壊れちゃう。何？ゴリラだから。男はゴリラだねっつって。でも力ずくでいっちゃうとこあるだろうね。確かに生じっか力があるだけにね。あ、待って、持ち歩き用のベッド作れるやん。ウィー、あ、作れない、作れない、作れないよ、今は。こうして、こうして。きゅうり切って、塩とごま油かけるだけでも美味しい。きゅうり切って塩とごま油。あ、うまそう。もううまそう。待って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 、今ちょっと頭が回らない。きゅうり切って塩とごま油、オッケー。あ、もううまそう。僕冷やしきゅうりって売ってるやないですか、観光地とかで。あれ大好きなんですよね。浅漬けとかね。お米炊いときは食えるもんね。いいな。お肉とかお魚切れるし。ああ、そのハサミがあればね。あ、ちょっと待って、もう夜じゃんか。ちょっと待って、待ってねー、これ寝る場所がねえよ。ちょやべえな。ちょっと待って、これチャット読んだら僕死ぬ。チャット読んだら死ぬよ。お家じゃなくてもいいから、ねえ、寝るところ行きたい。あぶねえ、やべ、ちょっと待って、行けば行くほど寝れなくなってきた。
ここだ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 、ほい、ふぅ、待っていて、もうどっから来たお前、やばいやばいやばい、はい、お皿は冷凍のドリアとかについてるやつ洗って使ってる、気になったらすぐ捨てれるしレンチンできる、あーなるほどなるほどなるほど、あそうかそうか、もともとレンチンできるお皿ってことですもんね、確かに確かに、冷凍のドリアについてるやつあるな確かに、うわめっちゃお腹空いてきたんだけどそんな話してたな、普通にお腹空いてきた。マタさんのは俺動画にしてます。え？そのキュウリとごま油の。そんなんありました？何その、お料理動画も出してますみたいなの。いいなぁ。昆布好きなら塩昆布、あ、塩昆布ね。塩昆布はマジで何でも使えるもんね。それこそ、ご飯のおかずだろうが、お茶漬けだろうが、ね。あと何何でも言うたんちゃうんかいって。あとなんだっけ、なんかね、いろいろ使えるよね。あ、サラダにもいけるよね。キャベツに塩昆布ね。美味しいよね。永遠に食っちゃうやつ。ちょっと怖すぎて拠点帰ってきちゃった。帰ってきてから食う。冷やしきゅうり、夏は毎日冷蔵庫にある。毎日？それはすごい。カッパかな？カッパの人かな？コメ欄で、きゅうりと言われ続けて、ついに出した動画。あ、そうなんだ。3年前にきゅうりのつまみっていう明石サバの更新が遅れてる時に過ぎて投稿。つなぎて投稿した。辛いのいけるならさらにラー油。あ、うまそう！うまそう！いや、でもね、ちょっときゅうりレシピ、ちょっとめっちゃありがたいです。マジで好きなんで、僕、きゅうり。マジありがたいな。それで、ね、味変えれるなら、量産できるよね。ちょっとチェストパンパンなんだけど。筋肉ワン。まあ、よしとしましょう。分けようか。何入ってるか分かんなくなってきたかな。ここに木とか入れようかな。で？といえばツタ。ちょっともういいや。小麦。でなんかようわからんやつと。あ、鉱石。ドロップ品。パンパンになってきた。整理ベタ。なんか書くいいやつ。カクカクのやつはこっちね。この辺はちょっと焼こう。もう焼く。あ、かくいいやつって言って羽入ってんの。あーね。まあ、いいかこれで。きゅうりとサバ缶混ぜて、お醤油垂らしたら、あ、めっちゃうまいやつね。それ絶対に。サバ缶に醤油の段階でうめえし、きゅうりの食感もあるし、いいよね。うわ、マジでお腹空いてきたんだけど。地獄だ、もう。
動画では味が入りやすいキュウリの切り方とかも紹介してます。ぜひ見てみます。お料理系男子だ。お腹すいた。鶏肉を、あ、食えねえわまだ。あ、なんか矢持ってんな。あ、弓矢作っとくか。まあいいか、食べてね、食べないとね。今日は何食べるの？いや、何も考えてないんだよね。何もないのよ、家に。雨降ってきた。あ、雨といえば釣り？ちなみに俺はハサミより包丁の方が好きです。慣れてるアピール。うっせえな。うっせえな。お酒にインスタント焼きそばいただいてます。わ、どっちの？袋？カップ？僕、袋の焼きそばも好きなんだよね。まあ、カップももちろん好きなんだけど。袋の、ね。あの、焼きそば美味しくないですか？あの、ソースが、なんか袋に入ってるやつ。粉末の。あのソース味濃くて好きなんだよね。ご飯めちゃめちゃ食っちゃう。お、待って、もうチャット見てたら魚釣れねえわ。ハサミ一本で料理生活1週間やってみて、めっちゃおもろいから。おもろいの？笑える？爆笑できる？フライパン買ったら袋焼きそば。そうなのよ、そうなの、そうなのよね。袋焼きそば作れるんだよね。ただ油いるよね。油いらんかったっけ、あの袋焼きそばって。どっちにしても、でも油は買わなあかんか、フライパン使うならね。肉食いて、肉焼いてね。 IH なんだよね。やっぱ IH って不便だよね。なんかハサミ使ったことなかったけど便利そう。なんか用途もあるんでしょうね。だから普段からお料理されてる方は別にその使い分ける必要性ないんでしょうね。慣れてっから。ただまああったら便利だなーって感じなんでしょうね。でも料理ベタは下手に包丁とか使って恐る恐るね、切って指切ったりするよりは慣れたハサミ使って料理した方が、そのやっぱ慣れで言うとハサミの方が絶対使い慣れてるもんね。普段の生活から考えたら。安全っていうのもあるのかもしれない。袋焼きそば先にお肉焼けば油。あ、それ言うよね。でもお肉焼くって、それあれをね、お肉買ってこいっていうパターンだよね。袋焼きそばに入ってないもんね。お掃除楽ちんだね。いやー、そうね、掃除は楽ちんだね。確かにハサミちゃんと料理用の選ぼう。普通のじゃ逆にやりにくいことが。あ、確かに確かに。お料理用のやつ、ちょっとアマゾンで探します。ポチらないと。洗い物が減るんやで、ハサミ。どや。どやって何？結局でもハサミは洗わなあかんのよね。あ、でもまな板洗わんでいいってことか。まな板使わないんだもんね。そうか。それは言えてんな。1個2個のその1つの食べ物を作ることを考えたら、別に包丁洗おうがまな板洗おうがって感じだけど、大量に作いろんなもん作るって、その2品3品作ろうと思ったら、洗い物が1つでも減った方が絶対楽だよね。事務用買ったらダメよ。さすがに買わない。あー、でもアマゾンとかで買ったらわからんか。まあ、料理用バサミ、キッチンバサミで探して買えばいいんだろうけど。洗い物もちゃんとやる系男子なので。かけるさ、一緒に住まないっすか？一番早い方法思いついた。そうだわ。一緒に住めばいいんすよ、僕。
だあのお鍋も食えるんでしょ。そうかそうか、そのパターンがあったな。豚汁ハサミでいける？マジ？豚汁は食べたいね。大根のいちょう切りとかハサミでどうやるんだろう。僕包丁のパターンもわかんないです。あ、そうか、でもいちょう切りだからあれか、丸を4つに割ればいいのか。だったらいちょう切りになりますよね、多分。そうかそうか、ピーラーもまな板いらないよ。あ、確かに。あ、そうかそうか、おすすめしてくれてましたよね。大根と人参買ってナマスでも作ろう。ナマスね、確かに。ナマスってみんなわかるのかな。あれだよね、あのちょっと酸味のあるやつだよね。お肉は火が通ってた方がハサミで切りやすい。あ、え、焼いてからってこと？焼いてから切るってこと？女の子がいいな。そして普通に作ってもらいたいです。でしょうね。いや、でしょう。それはでもそこをなんとかなんとかねしていただきたいなと思いますよ。あー、生の肉は逃げまくってきつい。あ、切れないんですね。あ、夜だ。この夜を眠り通す。ハサミ逆手に持って、逆手に持って真ん中にぶっ刺す。あ、で切る。あー、穴を開けてから切るってことか。なるほどなるほど。で、一応切りにできるってことね。物騒やな。これ焼いてから入れといた方が便利かな。焼いたやつ入れとこっか。焼いたやつ入れといて、今はとりあえず魚食おうか。で、生魚は一旦これ猫ちゃん用に置いとこう。料理はスポーツ。いいね。料理はスポーツね。そう聞くとやりたくなくなってくるんだよね。わがまま。わがままなのよね。食洗機。ダメだ。もう何も喋れないわ。何も喋れない。食洗機とドラム式洗濯機と 3D プリンターが欲しいので。それならおじいさんいいですよ。その3つがあればってことね。食洗機とドラム式洗濯機、あ、全部ねえわ。1個もねえ。当てはまったもんがねえ、家に。食洗機とドラム式洗濯機と 3D プリンターか。そっかそっか。ちょっと考えるか。かける S さん、料理担当だね。違うよ。お料理と、お給料もらってくる担当だよ。かける S さんは。そうだね。旦那さんみたいな扱いだよね。旦那さんだけど料理もってことだよね。旦那さんは料理せえへんのかい、その言い方はって言われちゃうと怒られそうなので、やっぱやめときます。お料理と、お給料担当ね。僕ちゃんとお家守ってるから、しっかりと警備しておきます。がっちりとね。僕にお家任しといたらもう安全だから。僕何しようと思ってたっけ？あれ？何しようと思ったっけ？忘れちゃった。あれ？何しようと思ったっけ？もうなんかいろいろ喋ってたな。まあいいか。あっち行ってみようかな。あっち行ってねえかな。ドラム式洗濯機っていいんすかね。ドラム式洗濯機ってなんかあんまいいイメージないんですよね。その壊れたら修理出すのがどうのこうのとかなんかいろいろ言うじゃないですか。よくわかんないけど、僕はその何が良くて何が悪いのかも僕は分かってないんだけど、なんかドラム式洗濯機あんまり評判良くねえなっていうイメージがあります。
ちょっとこれ行きながら飯も取っていこう。よし。てけててんてんててててん。そう、おうち警備隊です。今何時？お、1時か。お腹すいたね。ドラム式は汚れひどいと落ちがあまり期待できないっていう。あ、そうなんだ。まあ、そんな汚れることねえか。あー、でもどうなんだろうな。かけるさん自転車とか乗るかな？汗汚れ、あれ汚れっていうのかわからないけど、汗とかは、かっつり取らないとダメか。評判悪いイメージは一切ないな。むしろ絶対導入すべきって言われて。あ、そうなんですね。あ、でも、買おうと思ってる人が、それ聞いてるってことは、そうなのかも。僕は、どっちも、そのなんか目に入ってきた、多分情報だけで言ってるかな。調べてはないもんね。俺の汗は綺麗なので問題ないですね。死ねばいいのに。本当にね。やめて、YouTube でそんなこと言わすのは。めっちゃ楽しいんだけど、お仕事、あ、お仕事ね。あ、ほんとほんと。いってらっしゃい、いってらっしゃい。気をつけて。頑張ってね。頑張る。頑張るっていうか、うん、そうだね。頑張る。頑張ってはないんだよね。ひどい汚れの時は、どっちにしろ下処理して洗濯する。あ、そうね。下処理ね。何下処理って。洗濯の下処理って何？したことないんだけど。あそこにかっこいい洞窟みたいなのある。洗濯の、あ、そう、僕これ聞きたかったんよ。あの、この間ね、僕お仕事でそのシャツを着るんですよ。カッターシャツってやつね。白じゃん。で、この間ちょっと汚れ目立ってきたなーと思ったから、ブリーチ入れるといいよって言われたからさ、まあ、ブリーチを入れたんですよ。漂白剤ね。あれなの。ちょっと待ってね。そう、入れて洗ったの。ちょっとだけさ、黄ばんだのよ。なんかシャツが。なります？皆さんも。なんか白、真っ白のシャツじゃなくなったのよ。ちょっと黄ばんだ。なんで？あれ。そういうもんなの？ご愁傷様です。いや、本当に。まあ別に、あの、使い捨てのというか、別にまあ、ワンクール系だけでも持ちゃええかぐらいのもんだからいいんだけど。結構買ったばっかりのやつだったから。待って待って、いっぱいあるな。歌丸。歌丸だっけ？あるよね、あの、緑色の石鹸みたいなやつね。え？ワイドハイター。ワイドハイター。僕でもね、多分そんなやつだよ。洗濯用の漂白剤ってやつ。買ったよ。カッターシャツ、河川じゃない？あ、本当？なんかそんなもあんの？河川とか面によっても違うとかもあんの？わかんないんだけど。で、僕、帰り道わかんないんだけど。こっちか。やべえな。ちょっと待って。こ、帰り道マジでわかんなくなるな。いらんことせんとこ。よいしょ。お、ピピお帰りー。これ、こっちだよな。合ってるよな。かぼちゃがいっぱいある。かぼちゃってなんか使えたっけ？飾りか、まあでも村人のあれには使えるのか。交易みたいなやつは。村が全然ねえな。物によってなったりするかも。塩素系は強いし色物には使えないだよね。いや、そうなのよ。あ、村あった。ちょっと待って、村発見。ちょっと待ってよ。ちょっと待って、これでも僕帰ると困るな。こっちまっすぐ来たよね、今ね。間違いないよね。間違いないって誰か言って。だから、
これ村こっちだよね。村田洗濯させてください。あーちょっとタップねー。でこっちが拠点ね。これ意味あるかな。村田洗濯させてください。いや本当に本当にそれです。ずっと着てるんですこのスーツ。いやクリーニングじゃないと無理だな。一丁裏スーツなんで。ちょっとあの村行きたい。ひょい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 。普通の村だな、形的には。そんなでかいわけ。夜になる前に待って、いいのあるやん。しゃー飯飯飯飯飯電気もね、テレビもね、ラジオもね、ちょっと待って、どんなんだっけ元。テレビもね、ラジオもね、車もそれほど走ってね。ほらこんな村やだ、ほらこんな村やだ、東京へ出るだ。あ、人参だ。めちゃくちゃ頭のあるやん。ダボラダボラ。あ、こっちにもお家あるね。でもドラム式洗濯機はあったなんでそこだけちょっとだけ現代風にしたんやろ。無理して買ったんかな。洗濯機はいいもんじゃないとダメーさーとか言って、ダメダメーさーとかなって、他はいいけんども洗濯機はいいのじゃないとダメさーつって買ったのかな。えい、パン。もうパンいいわ、別に。今、タワーもらったし。水道と電気ないくせに。水汲んできてるんでしょうね。水道はない。でもドラム式か。そうか。二層式とかだったらもう最悪手で回せばと思ったんだけど。無理やり棒突っ込んでね。ちなみに食洗機は水道なくても動くものがある。そうなんすね。洗えるってことですか？水なくても？ちょっと動くって、うぃーってびっくりした。動くっていうだけ？水なしで洗えるのすごいな。ちっちゃい村だな。いいね。リンゴはでも別にいらんか。ジャガイモは畑用にもらっていこうか。メラルド、別に今いらねえな。ゴレヤンがいますね、ゴレヤンが。水道につなげるんじゃなくて、中にポンプが組み込まれてて、水の入った容器から直接、あ、なるほどなるほど。それでもあれですよね、そのなんか災害があった時とかに便利かもしれないですね。でも水の量大量に使うのかな。それによるか。あ、いやでも結局でもそうか、あかんか、電気はいるのか。電気を使わずでも使える、やったら便利か。なんであいつあんなとこ乗ってんの。パンパンパーン、パン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 。あんまりやったな。まあでも村人いるから、村人はここにいるよって覚えといた方がいいね。どうやって覚えといたらいいかわかんないけど、座標ねえから。村人連れて帰るか。
災害時は洗い物なんかしない。あ、そうだね確かにそうだわ。村人はここにいると。そうね、使い捨ての紙皿じゃないとダメだよね。お水そんな洗い物に使ってらんないよね。そりゃそうだ、間違いない。ちょっと綺麗な色のお花が欲しいな。拠点の近くにあの青い花あったな。つまり紙皿買いましょう。お家でそれやんのもったいなすぎるよね。僕んちさ、光熱費あるでしょ。家賃に水道代組み込まれてんだよね。だから逆を言えばめちゃくちゃアホほど毎日お風呂に水を貯めても、水貯めるだけね、水貯めてもその決まった定額なんだけど、使わなくても定額なんだよ。ここが問題なんだよね。安くねえんだよ。しかも3000円ぐらいかな、水道代。男の一人暮らしで水道代3000円ってそんな使わんからさ。しかも僕みたいに料理しない人はちょっともったいねえんだよね。家族だったらいいかもしれないね。お風呂とかね、お水毎回使ってるよっていう人だったら。僕毎回お風呂に使ったりもせえへんしさ。料理しないのはそっちが悪いんだろちょっとやめて、急に優しくして。自分2000円ぐらいの、いやでもそんなもんだと思うのよ。本当に本当にそんな3000円とか僕過去に使ったことないもん。水道代3000円とか、まあまあある月もあるかもしれない、夏とかね、あ逆に冬とかあるかもしれないけど、そんなもう毎月3000円かかってるってイメージないもん、水道代。今まで過去にね。ただまあ組み込まれてるんで使えるだけは使おうと思ってはいるんだけど、確か800から900ワットくらい食うし、蓄電池も足りん。あ、食洗機結構使うんですね。なんかあのキャンプ系の動画見てて、あれなんて言うんでしたっけ、バッテリーみたいな、あれアンカーのやつやったかな、何が一番食うって言ってたかな。電子レンジも瞬間的にめっちゃ食うとか言ってたのかな。エアコンやったかな、なんか言ってたな。で思ってもないようなやつがめちゃくちゃ電気を食うみたいなイメージがあったんだよね。何やったかな、ドライヤーとかやったかな。あー超高温にして洗うから、あーなるほどなるほど。そう、水道代込みなのよ、うちね。これ今どこだ、合ってんのか。あ、逃避があるから合ってそうだな。しかもだいたい1時間以上、そんな動いてるんですね。じゃあ手で洗った方が早いのは早いんだ。ただまあそれをやったまんま他のことができるという選択肢があるってことですよね。そうか、そう考えたら難しいラインだな。洗濯の話なんやけど、基盤のやつハイドロハイターってので戻ることある、マジでも。こびないね、確か試してとか。あーだ、でっかいやつしかないってことか。だからそれであかんくても使い続けないといけないってことだよね。ハイドロハイターね、ちょっと覚えとこう。ハイドロハイター、軽ドロってみんな昔遊びました？軽ドロってわかる？急に思い出したけど。
あ、やばい。あ、やばい。死ぬ。警察と泥棒の略ね、軽泥は。警察と泥棒に分かれて追いかけっこするってやつね。なんか遠くにロンギヌスの槍みたいなのある見えてました？ロンギヌスの槍がうっすらとシルエットで見えてましたよねあそこでしょあ、もううっすらじゃない、もうはっきり見えちゃった。そうか、槍にしてもいいな。でも逆だな、あの刺さる方が上向いてるもんな、あれ。よし、帰ってきた。帰ってこれたね。村までは行けるようになったね、これね。まあ、こんだけ離れてたら夜も昼も関係ないだろうし、村はね。こっから何しようかな。僕焼いてる間になんちゃらかんちゃら言ってたよな。あ、ちょっとその前にジャガイモ上に行こう。ケイドロとドロケイで呼び方が違うやつ。あ、かけるさんとこドロケイ。泥棒が先。あー、なるほど。僕んとこケイドロでしたね。でもドロケイも聞いたことありますね、確かに。これでジャガイモ焼けるね。お腹すいた。なんか食べよう。今考えるとあれの何が楽しい。いや、それね、子供の頃の遊びってマジでそれあって、何が楽しくってやってたんかなっていうの結構あるんですよね。それ言い出したらダメ。救いがない。もうぐっちゃぐちゃだな、こんなが。用もこっちに入れてんな。食い物はこっち入れときたいよな。なもんかな。泥団子ひたすら作るの今でも楽しい。あー、なんか YouTuber さんでさ、いや、めっちゃ古い情報で申し訳ないんだけど、あの泥団子をピッカピカにさ、マジであのまん丸に綺麗にツヤツヤに作る人いるよね。あれすごいよね、あそこまでできたら。僕ショート動画で見たんかな、早回しみたいなんですね。すごかったね、あれは。マイクラ2時間ぐらいやって、これができました。すごいな、進歩の仕方が。子供は楽しい。ね、軽泥だろうが、泥団子だろうが。増やし鬼も、あ、高鬼、あー、目隠し鬼もいじめにしか見えん。いや、確かに、いじめですね。確かに、確かに。ゆちさん、それはぼっちだから楽しいんや。そうね。ぼっちだからだね。一人でも楽しめる。っていうことですね。というわけで、ありがとうございました。急に書いて。ちょっとね、久々に、最近なんかマイクラやるのに、なんか、
ね、それこそ12時間配信とか、エンドラー討伐とか、なんかこう目標がないとマイクラやりづれえなみたいなこうちょっと感じてて、いやいやもうそもそもマイクラってそんなんじゃないし、ゲームってそんなんじゃないでしょっていうのがあったので、今日はちょっと何も考えずにマイクラ遊んでみました。はい、ダラダラとしたダラダラとした動画配信、ご視聴ありがとうございました。チャットもありがとうございました。またぜひキュウリの美味しい食べ方をよければね、教えてください。はい、高鬼は地面より高い位置にいれば安全という鬼ごっこ、何秒以上はそこにいちゃダメとかルールがある。もうやってたな、高鬼やってた。あれほんまに意味わからんかった。でも面白かったな。勝手にこう地域ルール的なルール作っちゃうのも面白いんだよね。そうやっていろいろな企画とかを発展させていったのかもしれないね。子供心に育んでいったのかも、企画力をね。そしてみんながやりたいと思うようなプレゼン力もね、そこで鍛えたのかもしれません。すっごい適当に言ってます。ありがとうございます。おじいでした。また次回の配信でお会いしましょう。今日もしかしたらまた夜に配信するかもしれません。ぜひまた遊びに来てください。というわけで、休憩している方はお仕事に戻っていただいて、何かやることある方も戻っていただいて、ご飯もちゃんと食べてくださいね。というわけで、おじいでした。じゃねー、バイバイ。